エベリン・ホールはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼女は1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックの女子80メートルハードル層で銀メダルを獲得した。ミネアポリスに生まれ80メートルハードル層に重点的に取り組んだ彼女は1932年に自国で開催されたロサンゼルスオリンピックに出場した。 主要な競技会での屋外競技個人タイトルは1930年の AAU 主催競技会のみだったが、1931年から1933年にかけてリレー競技において3回優勝を果たしている。AAU の屋内競技では、50メートルハードル走競技で1931年、1933年、1935年の3回、 優勝経験があった。ロサンゼルスオリンピックの女子80メートルハードル走競技は、ロサンゼルスメモリアルコロシアムを会場として8月3日と8月4日に実施された。競技には6つの国から9人の選手が参加し、予選の上位3名が翌日の決勝に進む形式で行われた。ホールは予選1組で12秒0の記録を出して1位となり、決勝に進んだ。 決勝では11秒7の当時の世界新記録を出したが、金メダルは同じアメリカ合衆国の代表でやはり11秒7で走ったベイブ・ディドリクソンが獲得し、ホールは銀メダルとなった。1936年ベルリンオリンピックに向けてのアメリカ国内最終選考会では、金差で4位となって代表選出を逃した。現役生活を退いた後、コーチや 体育指導者として働き、1951年のパンアメリカンゲームズでは、アメリカ合衆国女子代表チームのコーチを務めるなど、様々な業績を残した。1991年11月11日に、当時82歳になっていたホールは、インタビューに答え、自らをアメリカ合衆国で最年長の存命オリンピックメダリストであろうと述べた。この主張の根拠は、 おそらく彼女が、陸上競技関係者のみを念頭に置いていた、ダメとされている。アスレチックスアットザ1932ロサンゼルス、サマーゲームズ、ウィメンズ8 0ズハードルズファット、トラリプットオブアメリカンウィメンズトラックフィールドバイ、ルイーズミードトライヒャルドアットグッケルブックス。ありがとうございます。